飛んでるから動かない。力を入れずにポンってやれば正確に落とすことができる。正確に力を入れてしまうとどうかこけてしまうということになってしまって、それをやめればいい。今度よくフリップキャスト下に振る、下に振る。皆さんは下から上に振ろうとするから上に振る、下に振る。あなたの勝手に前に振る。全てのキャスティングは一緒ですか。サイドキャスト後ろに振る、後ろに振る。あなたの勝手に前に振る。皆さんは後ろから前に振る。全てのキャスティングは釣り竿を曲げてあげること。釣り竿を曲げる、釣り竿を曲げてあげれば勝手に前に飛んでくる。軽く投げてるから正確に落とすことができる。大きい投げるとどんどん飛んでいった、そのままの状態で飛んでいきます。キャスティングっていうのは全てがこれだけでいい。これだけ。僕動かしてるのはツイッターを見ないで僕の手首だけ見てるんで、僕の手首だけ、ここだけ見てて、今やってるのはこれだけでしょ。動いてるこの国でそれを教わった方いますか。なかなか教えてくれないですね。いやーなんかすごいお店ですよね。エイトアネックスっていうお店らしいですよ、ね、ちょっとこれすごいな、ルアーの数がちょっとなかなかないよ。これルアーだって専門店でしょ、ね、これ本当ですか。あらあらあら、こんな風に見てください。ああ、ワールドシャウラーじゃございませんか、ね、もう間もなく10年を超えるというんですよ。普通ありえないですよ。ロットでね、普通が大体売れなくなって4年ぐらいで消えていくんですよ、ね、で、そして5年目に新製品が出るんですが、なんともう10年も、ね、もう島の引っ張り続けてきたこれがワールドシャウラーでございますのでね、まあ、ワンドハーフね、基本的には先に柔らかい、ね、素材、中断性カーボンを使い、超高感度な高断性カーボンのバット、つまりここで感じた感度をですね、ここで倍増してさらにここで増幅させたものがここに来る。それはワンピースに比べますとですね、なんと10倍もの感度を両立してる、ね、素晴らしいロットでございますよ、ね、まあ大きなお魚をかけたとしてもね、例えばファイト時間が10分、20分、30分かかったとしても痛くならないグリップ、すべて私がですね削り出してみました。まあベイトに対しまして今度スピニングもありますね。見てください、普通のスピン、こう盛り上がってるんですよ。盛り上がってるとどうなるかっていうとですね、こう逃げるんですね、キャストさん。だからずれるんですよ。皆さんそんな竿使ってませんか。いいですか。親指の付け根というのはこう膨らんでおります。この膨らんだところがわあぴったりだ、ね、このためにですね、親指で押すというキャスティングができるようになるわけですね。ですから誰よりも飛ばすことができるというやつでございますよ。あらら、見てください、もう一つツアーエディションというやつですよ、ね、あれどうなってるのこれ。あ、抜けちゃうねこれね。これいいね、これ出張の時にね、使っていただくとね、上司が見送りに来たとしてもですね、これだったらスーツケースに隠せます。いいですか。怖い奥さんがですね、またあんた竿買ったのね、大丈夫です、押し入れの隅に隠せますね、ということで、まあ、これツアーエディション、まあ、だいぶですね強い竿まで出てきましてですね、今シーラまで連れてしまうというツアーエディションがございますんでね、いろんなところに出張、いいですね、沖縄に出張ですか、タマンとかね、いいですよ、タマンだけにたまんないよっていうね、鮭、あ、北海道ですか、鮭なベイビー待っておりますんでね、そんなものも取り寄せるお店の方にぜひいらしてみてはいかがでしょうか。